張り切りスタジアムってもうないな。今のはパワープロぐらいか。そう、パワープロがシリーズになってるのか。まだ出してナムコも出したりしてるでしょ。もうだからジャレコもあったし、うん、タイトもあったしみたいなことじゃないですか。見てこんなと酔っ払いが乱入するなんてないですよ、そんなシステム。すごいね。あ、また山村美さんってことは同じような。うわ、大人向けやな。耳ありますよ。あ、耳あった。聞いた。来た助手のキャサリン。キャサリンまだ日本おったんや。まだ友達になった。これは何？じゃあスゴロクゲーム？そうじゃないですかね、これ。これ初めて見たな。うわ、すげえな、爆笑ってついてるで。いや、もう一気にもうハードル上がってますよ。なあ。父ちゃんが珍しくお土産を買って帰ってきた。体力プラス2。まだ爆笑ないで。こっちが勝手に笑うんじゃないですか。え、まだもうちょっとできますよ。これ全部振りですから。うわ、こんな、ほら、こんなトラックって四角ない。爆笑でしょ。ほんまか。ほんまですよ。連打でゴールっつってるよ。また、ほら、カートレースに出場する。頑張るぞ。ピース、やった。バイクやん。何あのサングラス。爆笑か。いいですね。こっちがですね、買った人が爆笑ってことかな。つったか笑いじゃないですか、爆笑っていう。そうだな。オペレーションウルフ。うわ、何これ。これもうアーケードでバンバンやってたんじゃないですか。十字キーでカーソル動かすの。もうそうでしかないんじゃないですかね。あ、危ない。やっぱそうなんですね。だからゲームセンターで行くと、あの拳銃ね、赤外線かなんかで合わすかなんかだと思うんですけど、うん、違うかな。それは俺知らんよ。いや、僕もちょっと怪しいですね。うわ、悪そうやな。下唇噛んであるで。眼根もあると。いやー、組要素が強いんだ。うわー、あるんですね、こんな。おーおーおー、ゴロ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 ってきてるやん。鳥どうする？鳥やっつける？鳥はもうなんかアイテムとかもらえるんじゃないですか。あれ、違う。おー、古いな、今見たら銃。平成に入ったの。もう平成元年。撮った。おお、もう、あ、ちょっと絵綺麗やわね。え、CG かな。なんなんだ。前だ。中華大戦。これアクションですね。これも確かゲームセンターの移植ですよね。これアクションなの？シューティングじゃないの？あー、シューティングですね。餃子売ってる。ラーメン丼売ってる。これ弾が、あー、これ気持ちよさそうやな。キャラクターはよくできてるんですよ。へー、危ない。ゴルフオープンなんか知らんで。いや、わかんないし。ゴルフオープンじゃないんですね。ゴルフオープンやで。なんなんでしょう、ゴルフオープン。回答初やで。年末にかけてこう家族でやるような感じですかね。あらららららら。でも子供ゴルフ知らんもんね。ああ。あ、
フリップル。フリップル。パズルかな。パズルですかね。あ、これ面白そうやな。ああ、対等のマークだ。あ、キャッチボールすんね。ああ、これ面白そうやな。はあ。あ、緑持ってもしゃあないな。はあ。ようできてるな。ようできてますね。もうちょい見たいな。これやりたいですね。うん。フリップル。後でやろうか。それ何？これアクションゲームやったと思いますよ。よしてんな。おじいちゃん主人公や。これもね、確かゲームセンターであったような気がするんですよね。知らんわ。アーケード。もともとアーケードの移植が多いと。へー。うん。おじいちゃんにあんなハンマー振らしたらあかんちゃうの。いや、もうこれ普通のおじいちゃんじゃないですからな。そう、若い頃やんちゃしてたおじいちゃんですから全然強いです。かわいい。しかもキャラがかわいい。うわー、やられた。うわー、ゲームオーバーが長いゲームとかあったら死ぬん嫌やろな。もうめんどくさいでしょうね。ずっと見とかなあかんでしょ。うん。有野さんが絶対できないゲームじゃないですか、それ。できへんな。スキップしたいもんな。挑戦状みたい。ああ、たけしの挑戦状みたいにさ、葬式の映画あって参列者があって、なんか泣いたりとかしてるところとかずっと流されたら嫌やな。絶対やめ。もう早くやらしてくれ、新しいのって。作りましょうよ。エンドロールが長いわ。これ何？ロックマンっぽいね。これいつ90年。いや、でもやっぱそうじゃないですか。各メーカーこうそれぞれ意識して作っていくような。あー、そうか。やっぱり増えんねんな。流行ったらバッてみんな真似するんだよな。インセクター。インセクターですよ。昆虫ちゃいます。ほんまや。ユニークやな。ユニーク。シュ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 言うて。あー、やっぱりな、こうワイドになったらいいな。ねえ、倒しやすいですもんね。うん。うわうわうわ、でも難しさやな。うわー、これ敵でっかいわ。近寄られへんやん。来た。あー、危ないよ。うわ、いつの間にやってたの。2枚目やな、こいつ。もう音とか全然変わりましたね。最初のファミコンこんな音出てなかったのに。なあ。うわ、めっちゃ押してますね、やっぱり。うわ、3まで来たで。次何が乱入してくるんですかね。人数増えてるんちゃうの。あ、10人でやるとかちゃうの。エリー。おお。あ、ホームラン。ホームラン。あ、ドームができてる。ドームできたよ。あ、あ、2。爆笑。2って言ってるやん。9ヶ月で作ったやん。うわー、最高の綺麗になってる。なんでやろ。なんなんすかね、これ。桃鉄とか出だしたあたりなんすかね。桃鉄もう出てんの。出てると思いますよ。うわ、こんなん面白そう。知らない。僕も知らないです。ブレイダー。宇宙刑事。電車乗んねや。電車乗って不良出てくんねや。3来たよ。空行ってるよ。すごい展開ですやん。めっちゃ早いっすね。3も爆笑ですよ。大ヒットボードゲームなんや。当時大ヒットしてるんですよ。もうホームランちゃうの。大ヒットじゃなくて。うわ、ルーレットに変化した。
んでるか分からへんねや。なあ、マス目じゃないんですね。うわわわわわわわ。へえ。あ、やられた。どんとこどん2。あれ、1あった？1ありました。おじいちゃんですよ。おじいちゃん。あ、おじいちゃんのやつ。はい。おじいちゃんまだ元気なんや。あー、もうなんか変わっちゃった。横スクロールの一画面のやつでやったらいいのにな。あ、いれば投げたんか。ただのおじいちゃんじゃないですか。やっぱこれね、うん、この背景見るとやっぱこう、あ、泡飲んねや、すごいな。ね、張り切り高校、甲子園ですよ。あ、張り切り甲子園。どうちゃうんすか。うわ、キャラクターがみんな若いんじゃない。全部茶色かったですよ。あの、あれするとこ、野球するとこ。高校野球。野球するところって。ほら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 、緑んとこないですよ。ほら、見てください。あ、ほんまやな。全部茶色い。うわ、何これ。森林伐採ですよ。それは良くないですね。もう環境破壊ですよ。高校野球でさえ。何これ。これはもう可愛いアクションゲームに。へぇ。可愛いですね。可愛いけどさ、最終的に何作んのになってくるやん。この人なんか料理作らないんじゃないですかね。作ってる、なんか出てるやん。お、シュワちゃん。キャプテンセイバー。キャプテンセイバー、何ですか。海賊の話だから。あー、リメイク版の続編。いや、何これ、全然知りませんわ。え、平井でも。はい、全く知らないです。どうなんや、やってんのか。あ、やられた。あ、これは有名でしょ。これはでも2やで。あれ、1やった。1出してないだけで、確かゲームの内容もちょっと変わってたと思うんですよね。1はアーケードやと。ああ、そうなんや。出てないね。で、同じようなのを2として、そうや、泡の中に敵入れてそれをやっつけたら、うん、蹴ったらやっつけれる。ようできてますね。うん、楽しいですもん。これは楽しいよ、やっぱり二等身とかそういうキャラクターが可愛いのはいいね。これ子供でもね、やりたいじゃないですか。できる、できる。ずっと昔からチャックンポップのキャラとかも出てるはずなんですよね。あの赤い目飛び出した口パクパクするやつとかもずっと敵キャラで出てるはずなんですよね。へえ。もうなんかゆで卵のお化けみたいな来てる。ゼンマイで動くんですよ。これ何なんですかね。どうやって倒すんですかね。当てるしかないんちゃう、近くから。でも上から下から上がってきてるやつに当たったからって効果があるわけじゃないですか。そうですね。確か何かやったら、そうそう、上から水落ちてくねんな。あー、わわわわわわ。あー、あー、そうか。うわー、レーザーとかもあったな。雷か。下に落ちるか上に上がるかみたいなのがあったんや。考えながら、パズルアクションっていうやつですかね。そうやな。おお、上から来た。台東といえばこれ。そうやな、バブルボブルやな。ね、楽しいですよ。ジェットソン。ジェットソンですよ。誰やジェットソン。あの、なんか宇宙家族みたいな。なんか、すごいな。ちらつく。ああ、なんか、なんか。ああ、すごいな。怒ったよ。
また怒ったよ。